耳で読む。七次元よりの使者、第一巻。13。雄一という若者。二。危機物語。富山を出ると、20分くらいして、魚津の駅に到着する。魚津から、黒部の駅は、6キロくらいなものだが、名前は、黒部川とか、黒部峡谷などで、魚津よりは有名である。しかし、黒部峡谷に行くときは、魚津の駅から出ないと、鉄道には乗れないので、イメージだけで旅行をすると、痛い目に遭うことが多い。魚津の日本海側一帯に、最近 UFO が何度も出現するという騒ぎは、石川雄一も耳にしていた。彼は、黒部川から、その辺一帯の日本海海域は、極度の汚染状態になりつつある、その公害に対して警告をしに来ているのではないかと考えていた。もし、それが正しいとするならば、熊本の有明海一帯や瀬戸内海沿岸など、次々と UFO は出現してくるのではないかと考えてもみた。それだけでなく、UFO と火山に対しての関連性も否定できないことも承知していた。地球が、もし生命だったら、対象や可能などの状態になったら、生命を守るためにも、悪い病原菌は殺さなければならないからな。我々は、地球の上に住んでいるんだ。今の生物学でさえも、生命のないところには生命は生まれないという定説だものな。それが、ガンのように、化学物質的なものが、生命の細胞と縁することによって、新しい遺伝子を持った生物を作る反生物的なものが発見されたけど、結局、生物がいなければ、ガンの正体自体もただの化学物質だものな。だから、地球が生命でないとすると、我々は、全員、どこからの宇宙人ということになるんじゃないかな。かぐや姫みたいに、宇宙から、UFO がお迎えに来たというなら夢もあるんだけど、欲の亡者たちのかぐや姫ならロマンにはならないな。彼は日本海を眺めながらそう考えていた。糸魚川からの海岸沿いは日本海を眺めるにはちょうど良い景勝の地だったのだが、長いトンネルができてからはもうその姿は見られなくなってしまった。北陸の気象の激しい悲しい女の佐賀は日本海の荒波にそそり立ち、連れ添う子も帰り見れないという親知らずの海岸に例えられている。今は、そのような旅情的なものも、どんどん、合理化によって車窓から見られなくなってきた。彼は、合理化に反対するわけでもないが、合理化の中には市場も考慮してほしいというくらいは思っていた。旅そのものが死なのだから。列車は糸魚川に到着していた。日本アルプスを列車から眺めるには、この駅から松本駅まで走っている大糸線がちょうど良い。特に、信濃森上から信濃大町間の36キロは、聖火の朝の時に通ると、さすが、日本アルプスという感じがする。この糸魚川は、昔から、翡翠の産地でも知られ、彼が、風物詩に興味を持った時、この地方の伝説を訪ね歩くとともに、この見せられた奇跡をも探し回ろうと考えていたものであった。列車は糸魚川を発車した。相変わらず、海も空も青かった。やがて訪れる冬の景色は、空も海も、そして山さえも明るくない灰色に近い白一色の世界に変えてしまうのである。そんなことを考えると、自然って不思議だなと思ってしまう。彼は、日本海の遠くの方に、一つの島を発見した。佐渡島だな。彼には、この佐渡島では、大きな思い出があった。彼は、佐渡島を発見したことによって、自分の過去のことまで、その範囲を広げてしまっていた。彼女は、どうしているかな。彼女との初めての旅だったな。あの時は、今日の天候のように、のどかすぎた日だったっけ。あれから、冬の日本海に小舟で漕いで、あの佐渡島へ渡るように波乱万丈の人生だった。飛行機で渡ることも知っていたけれど、彼女は、結局、俺にそのような渡り方を指してしまった。彼女は一体何者なのだろう。ともかく不思議な可愛いやつさ。俺が、最初から、知っている人生のプログラムを変えることのできた、
ただ一人の人間だからな。それも、俺の計算外のやり方で。泣かされたな。あれから、どういうわけか、運命のいたずらで別れてしまった。互いの気持ちに反して。今度、奇跡的にもう一度会って、互いに無事であったら、さっきの糸井川で翡翠でも探して指にくっつけてやろうかな。まだ探せば、一つや二つ落ちているだろう。あいつは、ガラス玉でもいいから、と言ってたしな。彼は無性に寂しくなっていた。一人で旅をしてもつまらないな。もう昔のようにはいかないし、年も考えれば当然だろうな。初老の落ち着いた雰囲気のいかにも作家という人間が、旅をしながら、古ぼけた宿屋に泊まって、その宿の主人が、手作りのどぶろくか何かを持ってきたのを、浴衣の身なりでそれをたしなみながら、旅はうんぬん。なんて、腕を動かすイメージとは、全然ほど遠いもんな。ディスコテックへ行って、ゴーゴーを踊って、ウェーターが持ってくるビールを、ヤング服の身なりで、それをラッパ飲みしながら、横目で女の子を見て、彼女は、うんぬん。と、脳裏で書くのが、関の山だものな。彼が、窓の外に目を留めても、そのガラスのような目には、海が映り、直江津と書かれた駅が映るだけだった。直江津を過ぎると、陸系であった。列車は満員に近かった。線路に沿った電柱は矢のように走っていたが、石川雄一の心はのんびりしていた。やがて、ある駅を過ぎると、雄一の座席の隣に座る女の人がいた。その時、彼は、車内販売で買った弁当を食べていた。彼は、朝早く飯を食べる習慣をつけていなかったから、今まで朝食抜きだったのである。彼は、女の人を横目で見ると、ギクッとした。なぜならば、その女の人は美人だったからである。隣に、美人の人がいると食べづらいな。彼は、その女の人に向かって、そう話しかけた。彼女は、急なことなので沈黙していた。沈黙されると、僕の胃まで沈黙してしまう。すると、消化不良になって、救急車に乗り換えないといけなくなってしまう。そしたら、僕、困るな。実際、彼の胃は重苦しかった。めちゃくちゃに、胃の壁から内出血しているような感じであった。彼女は、微笑しながら、救急車でもお呼びしましょうか。と受けて答えた。大丈夫です。あなたのその一声で治りました。病は気から治ると言いますからね。彼女はニコニコして、そのようね、と彼の顔を伺いながら言った。彼は上着のポケットからチョコレートを取り出して彼女に差し出した。お礼にこのチョコレートを差し上げます。あなたのお口にスイートな秋の味わいをお約束するでしょう。彼は苦笑いしながら言った。テレビのコマーシャルのようね。ありがとう。半分いただくわ。そうですか。このような風体でキザなことを言って失礼しました。恐縮です。あら、恐縮することないわ。キザな格好の人って人の心はつかめないものよ。あなたはキザではないわ。彼の顔はめちゃくちゃに崩れていた。胃の方と入れ替わるように、俺って幸福だなと言いたげな顔をして、彼は下を向いていた。僕って子供みたいでしょう。照れくさくて下を向いているの。美人の前では、僕、めちゃくちゃに子供みたいになっちゃうの。一日中。それは、嘘、夜だけ牙を向いちゃうの。うふふ。二人とも笑った。女の人には彼がどんな風な人間として映ったであろうか。星の王子様とは程遠いようだけど、少なくとも退屈だけは感じさせない人くらいには思っていたに違いない。あなたは学生？なんだと思う？わかんない。でも、学生でないとしてもサラリーマンでもないみたいで。サラリーマンでもない。でも、サラリーマンと言ったってサラリーをもらっている人という意味だから、学生だって親子株式会社のサラリーマンって言えるんじゃないかな。あなたは理屈的なのね。
いやいや、そう思われては困るんですよ。はい。ただ、僕は言葉を楽しんだだけなんです。本題に戻しまして、本題と。彼は、そう言いながら、右手のポケットから手帳を取り出して、ペラペラとめくり始めた。わかりました。これが、僕の職業なんですよ。彼は、そう言って手帳を指さした。彼女は、その手帳に、何が書かれているのか覗き込んだが、白紙の手帳を見て、不機嫌な顔をした。この白紙に、何かを書き込むのが、僕の職業なんです。彼女は、意外なその言葉に、彼の方に振り向いた。何を書き込むの？さて、何でしょう。これから仕事をしますから、何の職業か当ててみてください。彼は、そう言って、顔を、列車の天井に向けて、しばらく沈黙した後、手帳に、ゆっくりと文字を書き始めた。峡谷に止まると知れず、滝の鼓動に息を止めて、忘れかけた紅の方に。彼は、ここで筆を止めた。彼女は、手帳に書かれた文字を覗き込むようにして目で読んだが、不審そうに尋ねた。詩人？ちょっと違うな。そう言いたいけど、もうちょっと現実的なんだな。彼は、そう言って、また、一行続きを書くと、ビリッと一枚破いて彼女に差し出した。新米の小説家です。ご披露に、僕の素直な気持ちを君に差し上げます。彼女は、その一枚の紙を受け取ったが、最後の一行にはこう書かれていた。君に恋することを知る。彼女は少し考え込んだが、彼の方に向いて、どうもありがとう。素直に受け取っておくわ。あなたって面白い人ね。私、あなたが、どんな小説を書いているか興味おありだわ。本当に。好感の目でそう言った。そうですか。それは、大変に嬉しいことです。小説家として職業を選んでから、早、丸ちょん年。これほど、自分の職業にプライドを持ったことはありません。本当に、はい。彼は照れくさかったのである。何か作品あります？はい、そのですね。小説の方は、花火みたいでして、火がつくかな、つかないかと思っている間に、バーッと燃え尽きてしまって、そんなような作品が多いんです。だから、あまり言いづらくて。でも、興味あるわ。どんなのかしら？読むことできる。はい、できますよ。自分の部屋に帰れば置いてありますから。自分の部屋って、どこ？東京の青山です。青山？渋谷区の青山？そうです。すごいところに住んでいるのね。一人で？そうなんです。一人です。あなたはどこですか？私。そうです。あなたです。言いづらいわ。前は埼玉に住んでいたけど、どうしても答えなければならないの？いや、どうしてもって別に構わないけど、駅は上野までですか？ええ、一応は。そうですか。終点まで一緒ですね。なんだったら、この列車、車両故障でもしてくれたらいいんだけど、故障なんて珍しくもないんだから。それは困るわ。私、早く帰らなければならないのだから。僕もそう。今日は、人と会う約束があったっけな。3時まで行かないとやばいからな。面倒くさいことを約束したな。それも今日みたいな日にな。彼は、ため息をついてぼやいた。